今日日着だったわよね。ちょっと、え、あ、はい、いいですけど。ありがとう。じゃあグラウンドにいる汗田先生にこれを渡しておいてくれる？明日の授業で使うみたいなの。わかりました。先生に何か用かな？あの、これ。おお、そうだそうだ、明日の授業で使うんだった。ありがとうな。あと、ついでって言ったら悪いんだが、これ捨てといてくれないか？なんなら図工の材料とかに使ってくれてもいいぞ。宇宙人がいないか調査に行くのだ。先生に頼まれたんだからしょうがないでしょ。今から行こう。よし、レッツゴーなのだ。あのさ、俺の学校の、丸出し、どういうこと？どうもこうも、お前のその姿、宇宙人そのものじゃねえか！あはははは、面白いこと言うね、君。宇宙人なんて、そんなわけないじゃない。おや、その動き、君って忍者かな？あ、そういうお前はレジェンド忍者のギャラクシー銀河なのだ。ふーん、そこまで知ってるんだ。なんなのだ？困るんだよね、忍者のこととか UFO のこととか言いふらされちゃ。やばいのだ、一旦逃げるのだ。逃げる？何を言ってるんだい？そうだよね。ねえ、ちょっと話があるから一緒に帰らない？うん、いいよ。じゃあ早速行こうか。
待つのだ。とよっ、危ないのだ。お前何するのだ。ってどこ行っちゃったのだ。まずいのだ。どうするのじゃ。あやつがおらんと忍者ボックスを動かすこともできんぞ。こけ、まだまだいろいろ実験したかったのに。ぷん、くんにゃ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 。どうするんだぜトンカチ。ちょ、うるせえのだ。起きちゃうだろ。でも一体どうすればいいのだ。つまんねえっぽ。もうおしまいじゃ。里がこのまま滅びるんじゃ。ホキ、俺はどうしたらいいんだぜ。そうだ、そうっしょ。おしな山の方に UFO が飛んでいくのを見たっしょ。あのチョリオってやつが UFO はおしな山に飛んでいったって言ってたのだ。もしかしたらギャラクシー銀河はおしな山のどこかに UFO を隠しているのかも。行ってみるのだ。Thank you.
皆さん、宇宙人なんていません。宇宙人なんていない、いない。 UFO なんてデタラメです。 UFO なんてデタラメ。わわわわわわわ、やべえのだ。みんな操られているのだ。我々は地球人です。我々は地球人だ。地球人だ。こくり誰だ。バレたのだ。逃がさないよ。だったらやい、ギャラクシー銀河、みんなを元に戻さないと。今の動画を忍中部にアップしてやるのだ。そうすればお前が宇宙人であることが全世界にバレるっち。それが嫌ならみんなを元に戻すのだ。あと忍者ボックスをパワーアップさせるのだ。忍者ボックス、君忍者ボックスを持っているのかい。だったら何なのだ。ふーん、 UFO や宇宙人を探していたのはレジェンド忍者目当てだったというわけか。あれ俺は何を。元に戻ったっちか。え、みんな、どうしたの。寝てる。やあ、つまり君が忍者ボックスの新しい契約者ってわけだ。君は隣のクラスの銀河くん。そう、我々はギャラクシー銀河。見ての通り、しがない忍者さ。我々って一人じゃん。いや、それに見ての通りって忍者っていうより宇宙。そこから先は秘密でお願いできないかな。その代わり我々も君に協力してあげよう。え？もう少ししたらこの人たちが目覚める。その前に場所を変えよう。ここまで来てくれるかな。君の頭に直接情報を送ったのさ。じゃあ先に行ってるよ。ちょっと待って、チョリオやユーナちゃんはどうなるの。目覚めたら我々の記憶は消えているけど、それだけだよ。大丈夫、明日からいつも通りさ。我々が映っている映像は削除させてもらったよ。うわぁ、いつの間に。なんだって。いやぁ、オイラの動画が消えてる。ま、そんなわけだから、じゃあ今度こそ先に行ってるね。
モレギャラクシー、ニンチューバーの動画を消すだなんて、なんて鬼畜なやつなのだ。勝手に撮影する方も悪いんじゃ。なんとかギャフンと言わせてやりたいのだ。まじがじ何かいい手はないっちか。この辺りかな。やあ、よく来たね。スキアリー忍法無断撮影の術、さらにすぐさま SNS アップの術。はあ、やれやれ。な、そんな、いきなり電波がなくなって圏外になったのだ。妨害電波の術だよ。まったく、君は忍者なのにそのことを隠そうともしないんだね。うん、隠れて生きるなんて古いのだ。オイラは派手に生きてナンバーワン忍チューバーになるんだっち。これも時代なのかな。千年前の忍者たちはそんなこと言ったりしなかったのに。まあいいや、君たちは忍者ボックスをパワーアップさせたいんだよね。そうなんだ。ぶっ壊者の人たちが俺たちの秘密基地を攻めてくるから。秘密基地、なるほど。だったらちょうどよかったかな。実は我々もぶっ壊者に悩まされていてね。我々の大事なパーツが奴らに奪われてしまったんだ。どこにあるかは予想がついてるんだけど、見た通り我々はバトルが苦手でね。嘘なのだ、こいつ絶対やべえやつなのだ。というわけで、我々の言いたいことは分かってもらえたと思う。そのパーツを取り返してくれたら、引き換えに忍者ボックスをパワーアップしてあげるよ。わかりました。それでそのパーツがある場所って。話が早くて助かるよ。ここだ。ここに奪われたパーツがあるはずだ。
よろしく頼むよ。わしの名は雷だ。え？よっしゃ。まだまだ若いもんには負けられん。私の名はガンチク。どうなんだ？
気になる。頼んだぞ。もっと本を読まねば。まだまだ。
奪われたパーツってこれかな。他にそれっぽいものはないのだ。そう、それだよ。うわ、最強の素材、忍者ニウム。我々にはこれが必要なんだ。礼を言うよ。これであれに対抗できる。じゃあ早く忍者ボックスをパワーアップさせるのだ。ふうふうふう、そんなに急がなくてもパワーアップはもう始まってるよ。え？これが忍者ボックスの最終形態って、いつの間にか基地まで移動してる？テレポートだよ。ところであれが君たちの敵かな。クックック。あ、ジャバロン目覚めたのだ。ああ、忍者ボックスの形が変わっているな。それがパワーアップってやつか。忍者ボックスはパワーアップしたけどまだ何も作れてないよ。もう少し時間が欲しいってことかい？え、ああ、じゃあこれはサービスだよ。少しの間眠ってもらったよ。わかった、ありがとう銀河くん。何か悩んでいるのかな。あ、銀河くん。なるほど、そのバリアを破壊するにはかなり強力な一撃を与えないといけないね。しっかりと戦いの修行を積んだ忍者ならバリアを破る手を持っているかもしれないよ。あ、どうしたのだ。いや別に。忍者のたまり場ならそういう忍者もいるんだけどね。そんな忍者を仲間にするのもありだと思うよ。そうだね、ありがとう金額。うなんだか二度寝しちまったみたいだな。今度は俺を楽しませてくれるんだろうな。さあ始めるぞ。
喰らいやがれ。ま、こんなもんか。頼んだよ、手握りか。まあいい、こんなもんなくても俺様の勝利は揺るぎねえぜ。やかせろ。強がっていられるのも今のうちなのだ。このその息だ。さあもっと俺を楽しませろ。倒した？お主らよくやった。